おはようございます。速稼塾の久保です。今日の相場解説です。11月8日月曜日になりましたんで、今日から1週間占っていこうかと思いますけども、先週まではレンジの中をピューっとね同じように移動してましたんで、まあ珍しいことに全部利益を取ることができて、追撃もうまくいきましたね。まああのぐらいのレンジの幅だと本当にちょうどいいんですけども、今日からはですね、このレンジを割っていくのか、それともレンジを回復してまた先週と同じようなパターンでいくのかということです。まあけどね、今週はちょっとレンジを割ってセルの方向に新しいポジションを作っていきそうだなというふうに感じています。それではウィークリーから見ていきましょう。はい、これが週足なんですけども、どうですかね。上昇をぐーっと続けていって、ここも破ってですね、本来ならダブルトップから、ダブルトップってのはここですよ。ここから大きなセルに向かっても良かったんですけども、一旦潜ったあたりから上昇してですね、このあたりにまたボックスを作っていくような形になりました。うん、こうしてみるとなかなか興味深いですね。以前ずっとこだわっていたのがこの筋ですからね、覚えてますか。何年も前からこのレンジでずっと勝負していたってことになります。このレンジですよ。今回初めて数年ぶりにこのレンジを割って、このあたりにチャートバーが推移したってことになります。じゃあデイリーの方見てみますね。あれ、デイリーの方はと言いますと、こういう風になってきて、上昇したものが、こちらの力点を超えて、さらにこちらの力点を超えて、こちらの方にゾーンを作りましたよねってことで、赤い線の上と下を引いたわけです。それが110円の234と113円の385になりますけども、今週はここを割っていきそうなんですよね、どうやらね。4時間を見ていきますよ。さあ4時間を見ると、ここのレンジを割ったところがちょっと見えると思います。それまでのところなんですけども、この赤い上底と下底でボックスを作っていたわけなんですよね。最初はこの辺にボックスを作るかなと思ったんですけども、修正してこちらの方に改めて伸ばしたということですけども、これがうまくいってですね、このように全部の時間軸を取っていけたってことになります。こんなに綺麗に取れることってなかなかないですからね。うん。ただですね、ちょっと1時間見ると、こっからの動きがわかるんですけども、この動き、このね、いわゆるナイフが落ちるような動きっていう表現がありますけども、ここなんですよ。今、ちょっとこれね、陰線陽線が上下した形になってますけども、完全にこの、レジサポラインを割ってますんで、ここからですね、下の方に、線上を推移させていくんではなかろうかとも言えます。それから高値の切り下げ具合ですよね。これが顕著ですよね。ドコーンと落ちてちょっとずつ上がっていったんだけども、さらにボカーンと落ちたみたいな流れになってますよね。でもう一つ、ここから来てるってことなんですよ。ここから高値が徐々に切り下がっていって、ついにはこのレンジの下まで潜っていってしまったということですから、もしかしたらね、こちらのダブルボトムを壊していったってことなのかもしれません。そして、こちらのゾーンも超えて下の方に行きましたからね。だから今週としては、レンジを維持するのか、それともレンジを割ってセルの方向に新しくチャートバーが移動していくのか、これを見極めてはいけないってことになります。さあどういう風になるでしょうか。月曜日はしっかりと見ていく一日になります。今日の争点はレンジが維持されるのか、レンジは壊れてブレイクアウトするのかという、この一点につきます。皆さんと一緒に今日一日見ていきましょう。そして明日から戦略を立っていきます。いってらっしゃい。